アンドリュー・ジェームズ、アンディオ・オブライエンは、イングランドのオスヨークシャー州ハロゲート出身の、サッカー選手、元アイルランド代表。ポジションは、センターバックおよび右サイドバック。イングランドのハロゲートに生まれながらも、アイルランド代表として2001年から2006年まで、プレイし、2002フィファワールドカップの登録メンバーだった。2006年に代表引退を表明している。 ブラッドフォードシティイングランドのハロゲートに生まれたオブライエンは地元のセントジョン・フィッシャー・カトリック高校でマックス・ミルズ監督の指導の下でキャリアを開始しリーズ・ユナイテッド・ AFC の下部組織ではハリー・キューウェルやジョナサン・ウッドゲートと共にプレーしているが14歳の時にリーズから放出されたその後ディフェンダーとしての才能をブラッドフォードシティ・ AFC に見出され 1994年に同クラブの下部組織に参加すると、1996年10月のクイーンズパークレンジャーズ FC 戦でトップチームから初出場を飾って、以降、定位置を確保し、1998から99シーズンのプレミアリーグ昇格に貢献した。プレミアリーグ昇格以来、首相のデイビッド・ウェザロールとセンターバックでコンビを組んで、 レギュラーを務めていたが、2000から01シーズンに、クラブが、財政難と降格危機に直面しているところを、ニューカッスルユナイテッド FC からオファーを提示されたため、2001年3月に、クラブ史上最高金額となる移籍金200万ポンドで、ニューカッスルへの移行が決定し、リーグ1133試合に出場した、ブラッドフォードから去っていった。 ニューカッスルユナイテッド在籍4期で公式戦170試合以上に出場し、代表への招集にもつながる活躍を見せた、ニューカッスルでは、加入してすぐさま、ブラッドフォード時代と同様に守備のようとなっており、UEFA チャンピオンズリーグ2002から03予選、出場権獲得に貢献し、2001年4月21日のサンダーランド AFC とのタイムウェアダービーで、 初得点にして同点を挙げた。翌2002から03シーズンは夏の遺跡市場でタイタスブランブル、冬の遺跡市場でウッドゲートが加入してきたことで序列で3番手になると思われていたが、ボビー・ロブソン新監督は CB のコンビニオブライエンとウッドゲートを定着させており、数シーズンにわたって安定感を見せていた。しかし、 2004から05シーズン後半になると、自身の調子が落ちていき、チームも14位と低迷した。それにもかかわらず、オブライエンの評価は降下することはなく、ポーツマス FC から移籍金200万ポンドのオファーが提示された。ポーツマス2005年6月13日に移籍金200万ポンドで、ポーツマス FC と4年契約を締結する。 アラン・ペラン監督の最初の補強として加入したポーツマスでは当初制裁を欠いていたものの時間が経つにつれ改善を見せておりレギュラーとしてプレーしていたしかし2006年4月17日のチャールトンアスレティック FC 戦でデアン・ステファノビッチと交代出場するための準備運動中に背中とハムストリングを負傷したことで 残り3試合の欠場を余儀なくされると、翌2006から07シーズンには、ソル・キャンベルの加入、首相リン・ボイ・プライマスが復調したことで序列を落としていた。そのため、ノリジシティ FC とクリスタル・パレス FC からそれぞれ、期限付き遺跡での獲得を打診をされているが、ハリー・レドナップ監督によって拒否された。しかし、2007年1月の遺跡市場で、 スレーマンディアワラとのトレードが格索されたように、シーズン後半には、完全に、レドナップ監督の構想外となっており、最終的に3試合の出場に限定されて2006から07シーズン終了後の対談へとつながった。ボルトン・ポーツマス対談後、多くのアイルランド人選手が多く集まるロイ・キーン、監督率いるサンダーランド AFC への移行の、可能性が浮上したものの、 実際に入札は行われることはなく、最終的に2007年8月13日に、ボルトンワンダラーズ FC と2年契約を締結した。すると、すぐさま、D、ーボックスタジアムで定位置を確保し、序盤戦に行われた UEFA カップ2007から08の FK ラボトにつき戦やリーグ戦での、トッテナムホットスパー FC 等でのパフォーマンスから、 ファンの支持を集め、UEFA カップのスポルティングクルーベでポルトゥガル、戦では、首相ケビン・ノーランが、不在のための代役とはいえついに首相を任されることとなる。試合後に、ボルトンで、最高の時を過ごしていると語ったようにボルトンでの生活は順調であり、その結果として、ザ・ボルトニュースによるファンへの世論調査で、チームの最優秀新加入選手に選出され、 10月7日には契約を2011年まで延長することに成功した。2009年4月11日にスタンフォードブリッジでのチェルシー FC 戦で4年半ぶりにしてボルトン遺跡後初得点を挙げた。ガリー・メグソン監督の下ではレギュラーだったもののオーエン・コイル監督が新たに就任するとガリー・ケイヒルとザットナイトが CB のコンビに優先されたことで控えが定位置となっており、その後のミドルズブライフ C から期限付き遺跡のオファーを、コイル監督がチームに残したかったために拒否され、全体を通して、控えで2009から10シーズンを終えた。リーズユナイテッド2010から11シーズンを、ボルトンで開幕を迎えるも、2010年9月18日のアストンビラ FC 戦で、 ハムストリングを負傷する。10月29日にフットボールリーグチャンピオンシップのリーズユナイテッド AFCA1 ヶ月の期限付きで貸し出され、14歳の放出されたチームへ17年ぶりに復帰することとなった。サイモン・グレイソン監督からアンディは素晴らしいキャリアを過ごしており、素晴らしい経験を積んでいる。そんな彼を来月からメンバーとして迎えられると、 歓迎されたオブライエンは、背番号17を付けす感想プ、ユナイテッド FC 戦で、初出場を飾って、以降、定期的な出場機会を得る中で11月9日の、ハルシティ AFC 戦では移籍後初得点を挙げた。監督に期待に沿うプレーを見せて、順調だったため、オブライエン自身も、あと6、7ヶ月経てば自由契約になるだろうと。 将来的にリーズへの完全移籍への可能性を示唆し、11月24日には、期限付き移籍が2011年1月4日まで延長された。太ももを痛めたことで2試合を欠場した後、12月26日のレスターシティ FC 戦で、先発の形で復帰して良い守備を見せつつも、28日のフルス・ポーツマス戦では2度もオーオンゴールをする場面が見られた。 ものの、グレーソン監督の評価は変動せずに完全移籍での獲得を望まれていた。また、同時期には、カーディフシティ FC から関心を寄せられており、条件の良いオファーが提示されているが、それを拒否して2011年1月1日に4月4日からの2年半契約で、リーズへ完全移籍をした。1月8日の FA カップでのアーセナル FC 戦では、 競合相手に引い出たパフォーマンスを見せて、引き分けに持ち込むことに貢献したが、19日の再試合で敗戦のみにとどまらず、足を負傷して、ベンチに退き、次のリーグ戦での古巣、ポーツマス戦の欠場につながった。4月9日のミルウォール FC 戦で移籍後に得点目を挙げた。 2011から12シーズン前に腰を負傷したことで、親善試合のほとんどの試合を逃した後、古巣ニューカッスルとの親善試合で2ヶ月半ぶりの復帰を果たし、レスターとの親善試合にも出場して、回復の兆しを見せた。しかし、背番号5を与えられ、2011年8月6日のサウサンプトン FC との開幕戦にも先発で出場しているが、 アダム・ララーナの切り返しについていけず、失点に関与しており、10日のフットボールリーグカップでの、フルス・ブラッドフォード・シティ戦でも、制裁を欠いたプレーを見せ、後半に、観客のやじを受けながら、ベンチに退いた。そして、センターバック陣の最高をメディアに指摘されたように、次のミドルズブラ FC 戦で起用されることはなかった。それから約3ヶ月後に、 トムリーズの出場停止とダレン・オディの負傷によって11月6日のレスター・シティ戦でトップチームの試合に出場して無失点に貢献すると11月中に浮上したウエストハム・ユナイテッド FC への期限付き遺跡の噂をグレーソン監督が一周したことでリーズでのキャリアが本格的に再起するかと思われたが19日のバーンリー FC 戦 に出場することはなく、試合後,後に、グレーソン監督は、前日に、私のところへ来て、もうリーズでプレーしたくないと話した。残念だが私が監督をしている限り、彼がここでプレーすることはないだろうと理由を明かした。この突如として、不可解な行動から波紋を呼んでいたところ、2月1日に、リーズ側が調査の結果、オブライエンが、 開幕時からうつ病を患い治療を受けていたことが判明したことを発表。調査の結果として我々に想像できないことが彼に起こり正しい判断を下せない状況にあることが分かった。我々は彼に2回目のチャンスを与え彼の力になれるようにできる限りのことを支援したいと声明を出し、さらにファンに対しても復帰を支援してほしいとした。くしくも グレーソン監督が解任され、ニール・レッド・ファーン暫定監督が就任後の2月3日から練習に復帰を果たし、2月14日のコベントリーシティ FC 戦に後半から出場した。シーズン終了後の5月2日に、ニール・ワーノック監督から構想外であることを告げられると、4日には使用していた背番号5が、 新加入のジェイソン・ピアースに早速与えられたように、対談は避けられない事態となり、8月1日に国外への移籍を求めて、双方合意で契約解除をした。バンクーバーホワイトキャップス2012年8月1日に、メジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスに自由契約で移籍し、8日のレアル・ソルトレイク戦で初出場を飾って、以来、 三十三歳の年齢で、マルティン・ボンジュールからレギュラーをダッシュして、J ・デメリットとコンビを組んでおり、足の負傷で一時離脱がありながら復帰後も変わらずに、良いパフォーマンスを見せ、最終的にボンジュールを対談に追いやった。二千十三年シーズンは、開幕戦で首相のデメリットが、アキレス腱を断裂したため、以後は、新加入のブラッド・ルシーンや、ジョニー・レベロンとコンビを組んでいたが、 6月8日のシアトルサウンダーズ FC 戦でハムストリングを負傷し8月24日のロサンゼルスギャラクシー戦まで離脱していた次の2014年シーズンも再びデメリットと効果的なコンビを組んでいたもののデメリットがフィラデルフィアユニオン戦でアキレス腱を断裂したためにレベロンカーライル・ミッチェルクリスティアン・ディーンと様々なコンビを練習で試した末 次のモントリオールインパクト戦では、レベロンとコンビを組んで出場をした。同試合を最後に股関節の痛みで2試合、監督の判断により5試合の合計7試合を欠場していたが、8月10日のスポーティング、カンザスシティ戦で復帰すると、次のチーバス USA 戦でも安定したパフォーマンスを見せて2試合連続の無失点に貢献した。年代別代表としては、 イングランド代表で U-18、U-21 に選出されていたにもかかわらず、父親がアイルランド出身のためにイギリスとアイルランドの市民権を得ており、途中でアイルランド代表に変更して U-21 代表に招集された。その後、ミック・マッカーシー監督のもとで2001年の2002、FIFA ワールドカップ、 ヨーロッパ予選でのエストニア戦へ向け、負傷離脱したケニー・カニンガムとギャリー・ブリーンの代役としてアイルランド A 代表に初招集され、6月6日の同試合で後半から初出場を飾る。また、レギュラーはつかめておらず代表初出場からわずかにしか出場していなかったものの、クラブでの活躍から 2002FIFA ワールドカップの登録メンバーに選出されている。 2005年2月9日のポルトガル戦で初得点にして決勝点を挙げた。2008年2月6日の親善試合でのブラジル戦へ向けたメンバーに選出されていたが、2月3日の練習に現れず、その後、オブライエンに突如として代表引退を告げられたとドン・ギブンス監督によって発表された。そのため、2006年10月7日のキプロス戦が、 最後の試合となり、2001年の代表初出場から26試合、0得点を記録した。ありがとうございます。